なとこに車止めて、どういうつもりなんだあんた。今配達帰りでさっさと帰りたいし、道塞がれると困るんだけど。あれ、あんた確かアキナ湖で俺に勝った人だよな。俺あの時全然負ける気なんてなかったんだぜ。なのにあんなにあっさり置いてかれて、正直すごいショックだった。あんたとまたバトルしたいって俺あの時からずっと思ってた。5年間一人で走り続けて積み重ねた技術にはプライドあるんだ。いつもの86で俺の今まで積み重ねた技術をぶつけたらどこまで通用するのか。こんなこと言うのって変かもしれないけど、あんたとバトルしてみたいんだ。譲る気分じゃないよな。このままじゃまずいな。
手も足も出なかった。溝落としまで平気で使ってくるし、今度は五木の8号じゃない、乗り慣れた86で、しかも毎日走ってるアキナのダウンヒルで負けるなんて思わなかったぜ。負けたのは悔しいけど、あんたの走りに俺ちょっとだけ感動してる。やっぱいるとこにはいるんだな、あんたみたいな人が。親父の言う通りだな、俺なんかまだまだだぜ。あ、そういや配達も帰りだった。早く帰らねえと親父にどやされちまう。悪いけど俺これで帰らせてもらうぜ。